絶対に取れない飴取りゲーム、交渉されてしまったのは、現在 YouTube のチャンネル登録者数が160万人を超えているお笑い芸人、中山きんに君が今まで行ってきたゲームです。彼は子供にも人気があり、イベントなどでは子供を中心に飴取りゲームと言われるこのゲームを行ってきました。2017年のイオンブラックフライデーのイベントでも、お子さんでもできる簡単なゲームと言って参加していた子供を壇上に上げて飴取りゲームを行いました。しかしこの時の飴取りゲームは思いがけず笑えない事態になってしまいました。飴取りゲーム、中山きんに君は筋肉芸人として吉本興業に所属していましたが、現在は退所しています。退所の理由は海外進出を目指している、フィットネスの仕事が多くなったとのことで、マルチに活躍するための円満退所と言われています。そんな筋肉は2016年と芸人の中でも早く YouTube のチャンネルを開設しており、芸人 YouTuber の先駆けとなりました。その筋肉を生かした筋トレ、筋肉にまつわる解説の動画は再生数が伸びており、押しも押されもせぬ有名 YouTuber として活躍しています。デビューから15年以上が経過してもなおブレない方向性が人気の秘訣なのか、今でも動画は安定した再生数を誇っています。順風満帆な筋肉は2017年にイオンブラックフライデーの概要発表イベントに出席しています。この時の参加者はレーザーラモンの RG さん、ペナルティのヒデさんなどで、イオンブラックフライデーを楽しむプレゼンを行うための登場となりました。このイベントにて大人げないという意見が上がっており、場はしらけることになりました。筋肉は今回のイベントでも飴取りゲームを実行。いきなり体を動かすのは大変なので、ウォーミングアップなゲームを考えてきたと言い、ゲームの参加者を募りました。やりたいと恥ずかしそうに名乗り出た子供を壇上に連れてくると、ゲームの説明をしていきます。まず子供に紙コップを渡して、顔程度の大きさの飴がたくさん入ったカゴを持つ筋肉、筋肉ポーズをいろいろして最後にカゴの中の飴をひっくり返すので、一個でもコップに入れられれば勝ちと語り、カゴを持って立ち上がります。続けて、いつひっくり返すかわからないから動く準備をしてと言いながら、子供にカゴを追いかける練習をさせました。イベント参加者と筋肉本人が絶対取れると子供を励ましたところでゲームはスタート。しかし結果は予想外のものとなります。音楽をかけ、筋肉ポーズをしながら壇上を動いていく筋肉と、それを追いかける子供、そして筋肉はやーと叫ぶと、突如カゴの中身を子供とは逆方向にぶちまけ、司会進行者の向こうへと飴は飛んでいってしまいました。おいおいと、その場にいた人から笑い混じりの大ブーイングを受ける筋肉、隣には笑えず呆然としている子供が立っています。子供の時間を返せと言いながらみんなで笑っていましたが、そんな中結果発表をして子供の夢をぶち壊すことになってしまいました。頑張ってもらったから記念写真を撮ると強制的にポーズを撮らせて写真を撮った後、さらに追い打ちをかける発言が、人生何が起こるかわからないといういい経験になったねと、まだ何もわからない子供に語りかけていました。子供の傷ついた様子に場はしらけ、イベントも締まりのない終わり方となりました。衝撃発言、2022年2月、キックボクサーの那須川天心さんが中山きんに君とのコラボ動画を投稿しました。中山きんに君の絶対に取れない飴取りゲームに挑んでみたというタイトルが付けられた動画は、投稿から2ヶ月でおよそ130万再生となっており、大きな話題に。那須川天心さんは1998年生まれのキックボクシング史上最高の天才と称されたプロのキックボクサーで、複数の大会で世界王者に輝いた実力者です。東京オリンピック銅メダリストの並木月海さんとの関係についての動画も当チャンネルに投稿されているので、そちらもぜひご覧ください。コラボ動画の中で中山きんに君は、飴取りゲームをしてきたけれど今まで誰も取れたことがないと発言しています。那須川さんは、今日本で一番瞬発力があるのは自分だから取れるのではないかと言い、飴取りゲームに挑戦。勝負はリング内で2度行われました。1度目、那須川さんは普段着のままカゴを追いかけていましたが、動きに翻弄され結局飴を一つもキャッチできませんでした。
あんなの無理だよ。と思わず弱音を漏らした那須川さん。二度目は動きやすい服装に着替え、ゲーム開始前にウォーミングアップもして本気モードになります。音楽が鳴り、筋肉が動く間、中腰で素早く動きを追いかけ今度は取れるかと思われましたが、二度目もキャッチすることができません。悔しげに叫んでうなだれる那須川さんを見て、筋肉はいつもの笑顔のまま、ああ、また取れなかった。と煽って余裕を見せました。そして那須川さんが3度目の勝負を申し込むと、筋肉はこれを心よく了承。その言葉を聞いて那須川さんは、騙されそう。と純真さをかみしめていました。最終勝負ではついに2人とも上半身裸になり、本当の本気モードに。結果は、那須川さんは一つも飴を取ることができないまま動画は終了。こんなことしたら取れないよ。とカメラに向かってツッコミを入れる筋肉に、負けを認める那須川さん。もっと修行をしていくとリベンジを誓った後、さりげなく、ゲームに挑戦する方が悪い。と愚痴を漏らしていました。この動画を見た人からは、筋肉、人柄が素晴らしいのにこのゲームを子供相手にやるのが笑う。世界一難しいゲームとしてギネス登録でいい。というコメントが見られ、概ね好評のようです。世界王者でさえクリアできなかった難しすぎるアメ取りゲーム。それを子供相手に本気でやるのは、いくら人柄がいいと言われている中山きんに君でもあまりいいイメージはありませんよね。しかし世間では、子供にアメが当たらないようにわざと取れないようにしているのでは、という声もあります。那須川天心さんとのコラボ動画では、落としたアメを自ら拾っているシーンもあり、人柄の良さを感じさせます。とは言っても子供とアメ取りゲームをやることは、子供の夢を壊してしまうため賛否両論となっています。中山筋肉のお笑いは自分の筋肉しか傷つけないと思っていた人は、子供とアメ取りゲームをやる動画を見て唖然としたそうです。司会者がいなければイベント参加者がドン引きしてしまうかもしれない。そんなギリギリを攻めたアメ取りゲーム、視聴者の皆さんはどう思いましたか？